それは大げさだよ。父さんがね、漫画とかアニメは頭を悪くするだけで何の役にも立たないから見ちゃダメって絶対許してくれないの。そう。でも本は勉強になるからってライトノベルだけはオッケーなの。そうなんだ。じゃあこれは読んだことある？うん、3巻まで読んだよ。面白かった？あんまりよく覚えてない。そうなんだ。この本の作者さんのファンなの？まあそうじゃなくて、つまり作者本人なんだよね俺。すごいすごいすごい、お兄ちゃん本物の作家さんなの？あ、でもまあ全然売れてないからね